ったら、まあ別に納得はできるかな。倒れるところは見てないが、まあ直近って言われても納得はできるぐらいだった。だから、まず先に、プテハシさんだったら、ハイブリさんの心電図の違いについて違和感を覚えるかなとはちょっと思いました。普通に考えると。いや、全然その違和感は特になかったかな。地帯のところから、トータさんが走ってきたから。ピカさんは何の要素もないですが、土着素白いです。マジで嫌になるわ。はい、次行きましょう。アブリスギア。うわマジか。キッチンにいなかった？キッチンにいてた。あ、キッチン脇なら、サントス、メイヤもいます。あ、メイヤも、竹をメイヤ、カッキがメインにいるんで、メイン脇なんで。あ、ごめん、あ、ごめん、メイヤはキッチン脇ね。あ、メイヤさんキッチン脇ないや。フリーじゃない。うん、そう。あ、でも大丈夫、私ね、あの定時で勝ち合ってるから証明になる。あ、勝ち合った。ペカクロスさんじゃないかな。うん、ペカクロスさん来てる。さんはシャワーの方で最後まで僕が見てるんで大丈夫だと思います。はい、そうで、私は死にいなくなったけど停電の勝ち合いをしてるからそれで大丈夫。あ、ハイブリと最後重なりって上がってった武器庫に上がってった誰だっけ？プテさんだったっけ？ウルコンさんだっけ？誰だったっけ？あ、僕はいそこには行ってないよ。あ、本当？誰だ？僕は武器庫。うん。ウルコンも武器庫にはいるけど。あ、武器庫だったらその人白。俺が地点。絶対白。あ、誰だ？だと思ってて。ウルコンも武器庫。うん、あ、じゃあどっちかとね重なってて、あの、クルコンはね、ピカさんと武器が下に武器庫行くのを見てから上の方にいる、あの上の、うん、武器しまってるあたり、うんうんうん、あ、なるほど、うん、上の武器、盾さんも白で、うん、クルコンさんも白かな、俺視点は。で、あと展望とかは俺結構最後の方までキッチンいたから、多分ハンバーガーを俺とユスとハイブリさんの3人でして、俺多分一番最後やったんちゃうかな、うん、でその後展望行ったら直してるのがピカクロスさんで勝ち合ってた誰かって、それが多分サントスさんなんやと思うよ。だから俺視点ピカクロスさんはだいぶ白いです、うん、で、ハイブリさんはその後どこ行ったんですか？俺はだからキッチンから武器庫に入ろうとしてた、うん、入ろうとしてた。で、誰かいた、うん、そう誰や？ユスマンじゃない？ユスさんじゃない？ユスさんじゃない？ユスさんだったら分かるじゃん。っていうか、それやったら俺がインポスターになってもらう、うんうん、俺はインポスターじゃないから、うん、多分展望デッキでピカ君が到達したんやと思ってるけど。なるほど。あ、そこ2人になるんか。メイヤさんはキッチン脇で。あ、そう、俺展望デッキで食庫配線タスクやった後、トータスさんはなんか展望入ってきたけど、僕キッチンでゴミ捨てやった後、武器庫バーン抜けてエンジンのね、あの配線まで終わらせられてるから、うんうん、いや、もう結構明確に俺はトータスさんかピカ君のどっちかやと思うから、ちょっと話を2人聞きたい。私は外してほしいっすよ。あ、俺はピカ君のさ、トータスさんが出てんの。あ、オッケーオッケー、ピカ君外すわ。ただトータスさんも外してほしいっすよ。バチクソ被ってるのな、位置関係ってないから、トータスさんに言わしてみるか。バチクソ被ってる位置、あの配置が見れてるんだったら、トータスさんすらできない。話の順番的にトータスさんも見てるっぽいんだよな。はい、いいね、質問。はい、できない位置を再確認して、あとライン精査して、何かどうか、お任せするんで。うん。最後に武器庫にいたのって誰なんでしたっけ？僕、サントスさんとプテさん？今日私は武器庫にいない、私、手で直してる。プテさんとフルコンさんが武器庫にいて、ハイブリさんは武器庫に最後入って、で、武器庫の人間が無理だっていう主張でしょ？武器庫の下だったら分かんない、ごめん、でも。武器庫の下の場合は誰ができるんですか？さんじゃないかな。まあ僕もできるな。フルコンは一応市長としては上です。AK のとこに。二丁のとこ。だ武器庫の裏だったら分かんない。さっき俺キッチンで見たって記憶でキッチンでばっかり考えてたから展望デッキって言っちゃったけど、うんうん、武器庫まで行ったらごめん分からへんけど、うん、俺重なった人がでどっちかと思ってて、停電中に重なってたからどっちやだろうって思ってたから、どっちかの白を出せるっていうだけなのよ。うん
生きてるユスさんの最終目撃ってバーガータスクをしているのをトータさんが見たのが最後だっけ、うん、始める前に、うん、で停電になってその後分かんないって感じ、うん、うん、そうそうそう、当然ですけどスキッチングの皆さんレポート光ってないわけじゃないですか、うん、だから結構分かりにくい位置で死んでないと、うん、うん、この図式ってできないかなって、キッチン弁当とかでエンジンからとかメインから来た人とかいるんやったらあるかもしれへんけど、どっちにしてもそれやったらサントスさんの白が出せるのかな、ヒカ君と、うん、何目やハイブリさん視点でユスさんとトータスさんとハイブリさんが3人でバーガータスクをやってる時系列があるのであれば、うんうんうん、ハイブリさんがバーガー終わった時にユスさんもいなかったんですか？いなかったと思う。てか停電やからちゃんと分かってない。トータスさんがいたのは覚えてる。多分順番的にバーガーはユス、ハイブリ、トータスの順番な気がする。俺とハイブリさん、さっき展望いかんかったっけ？俺は展望の配線タスクやってからって感じやから。先にユスさん展望の弁当テスクタスクやってたんで、ちょっと。確かに奥には行ってたね、トータス。結局白で乗って竹をピッ。ピカクロスサントス書きまでしか出ないの？ゲンさんもじゃない、まあ、ボタン押してるから、ね、ゲンさんボタン押してる、うん、ゲンさんここまでは大丈夫ね、いいと思う。アイブリさんとオタスさんが一応なんか、うん、一番、うん、そうですね、まあ、一番確率は高いと思うよ、客観視点、うん、はい、オタスさんは低いと思うんだけどな、主観推理だけど、それで直した位置関係あっちに被ったっていうのが、まあ立ち合ったっていう表現をサントスさんから出してるから、それに合わせてバチクリ被ったって表現してるっていうのはもちろんパターンとしてあり得るから完全否定はできないんだけど、ただその勝ち合った位置関係とかを洗えば多分トータスさんが本当に配電盤見てたか否かは検討ができるので、この部分洗うのが多分良かったかなっていうのは正直なところ。だけどもうすでにここまでなってしまってるので多分トータスさんも覚えておらんと思うので、まあしょうがないねって感じ。おお、ナイス。さっきのはこれ以上詰めれますかね？詰めれると思うけどな、うんうん、トータスさんの白については多分いける。トータスさん、勝ち合い方って覚えてます？なんか真ん中の辺カチカチカチって何回かなってやと思うけど、いや、それ別に勝ち合いを見たところで殺した後、殺したって言ったら見えたら、いやでも、いや違う、まずそもそもあのトータスさんとハイブリさんとユスさんの3人でバーガーをやってて、ハイブリさんが終わった時点でそこにユスさんがいなくて、トータスさんはそのまま展望デッキに停電直しに行ってるんだったら、トータスさんって切るほぼ無理じゃない？いや、ユスさんが展望デッキの方行ってたら分かんないやん。そしたらだからピカクロス、トータスの二陣がいるよね、二陣がいるから。あんまあるし、だってボタンだったから直って速攻ボタンでしょ、だったら分かんなくね、うん、うん、直った次の瞬間ぐらいに多分答え、ああ、したらそこでキッチンでやって、うん、でもその前ハイブリさん視点ってさ、完全にもうピカさんとトータさんのラインだよね。ラインっていうかピカ君が気づいてない可能性はあるよね。うん、うん、うん、まあ、直した瞬間に停電ボタン入ってるんで、ピカクロス目線リポートの確認はできないよ、うん、できないから、メイヤ君が言ってるのは分かるんだけど、俺視点はピカ君の白はサントスさんからの勝ち合いとかから出せるけど、うん、トータスさんは出せないよ。出せ、ユスさんがさ、バーガータスクをめちゃめちゃミスってた場合は、ピカさん白、トータスさん黒は普通にありえるんじゃない、うん、バーガー1で切って合流して停電のガチャが来るかったみたいな人から、うん、そうそう、はい、俺から出てる、先行ってると思ってるから、だからそれだったら俺とトータスの2ローとかになっちゃうかな。これはないでしょ、それはなさそうだと思ってるから。いや、ハイブリさんが陣外の場合はどっちかっていうと武器庫にいる方が怪しいかな。わかる、うん、ね、そうそうそうなんだよね。なんかユスさんが武器庫に行ってるの、ユスさんとかもシンプルなんかマドミドっぽいけどな。テさんって最終位置が最終位置が武器庫下なんですか？武器庫真ん中だね。真ん中 か。私停電向かうときにプテさんがね下から出てきてるように見えてるから、まだ真ん中にいるんだって気がちょっとしてるぐらいかな。あ、まあまあまあ、上側でも見てないです僕、その上側にいて上には行ってないね。うん、うん、プテさんは見てるんだよ、私フルコンさんは見てないんだよ。だから、ね、一瞬フルコンさん怪しいかなって思ったんだけど、核弾が情報に違和感があるかって言ったらそうでもなかったから、
イコールじゃない。なんか、うん。なんか、それをだけで疑うかって言ったら、ちょっと微妙な感じだなと思う。なんか、武器庫にいるんだったら、プテさんかなって気がするかな。最終的な HP の時間軸とかも、もろもろ考えて。あ、長い話。終わっと終わんないか。名屋志望。名屋さん。うん、すんごいところに来た、やった。びっくりした、俺最初見逃した。あ、見逃したの？めっちゃ到達に見えたけど。ごめん、違う。その前に、違う、セキュリティから柿さんが走ってきてる。あと、俺、タスクやってるの見たよ、名屋さんが。だから、めちゃくちゃ直近。ハイブリからバイタルある。マジで直近。うん。ありがとう。なった瞬間ぐらい。うん、なった瞬間、あ、これハイブリさんマットメイトやわ。じゃあ、オッケー。僕視点だと、うん、まあまあ、トータスさん今その主張してくれたけど、一応、うん、セキュリティに僕が入って、トータスさんがセキュリティから出るところだったんだけど、死体レポートが光っていて、トータスさんが引き返してレポートしてるから、まあ、よくある引き返しレポートのインポスター出場僕はしたい。あ、なるほど。なるほど。まあ、トータスさんは、見えてなくて、ごめん、あんな重なり方してるんやと思って、下回りで、テープタスクの下回って上上がるときに、あれってなって、押して、確かにめちゃめちゃ俺戻って押したように見えるけど、オッケー。じゃあ、まあ、一応僕から、僕の白出るね、じゃあ、トータスさん。出る。うん、まあ、だいぶ疑ってる。うん。で、停電直したのトータスです。うん。電報で。はい。サントスフルコンがエリキで見合ってて、カキさんが蓋をしてる形なので、サントスフルコンの白が出ると思ってます。こてらさんとも僕合ってる。うん。下行くの見てる。すれ違ってる。じゃあ他の方も無理だと思います。カクロス最終展望、停電直してるトータスさんを確認してるし、私すれ違ってるからトータスさん目線私はできない。うん、ていうかまあもう出た登場人物で蓋をしてるので、うんうん、本は入り込む余地がないんですよ。じゃあ到達書きローラーでいいんじゃないですか。そう、うんうん、それでいいの。そうだって到達書きで蓋をしてるから、蓋をしてるから、唯一あるとするとセキュリティの下だけかな。うん、出会ってから、何あそこ絵画のところですれ違ってからすぐもう死体が見えてたはずなんで、まあ、うん、直近ではないはずなんで、ほんまに直近言ってたハイブリさんはめっちゃバッドメイトに見えるし、ハイブリさんがバッドメイトに見えると見えるとプテハスさんまで黒く見える。あ、僕もそうやって思ってます。そうそう、それはあるけど、でも初見の話があるし、で到達さんからプテさんの話が今白が出てんだったら意味ないくない？いや、初手の黒で、あ、しちゃう、あ、もう僕からなんだ。はい、ボタンを押してね。ごめんね。はい、なんか、さっきプテハイブリのラインがゴリッゴリに見えちゃった。プテさんのね、主張で通すと、直近キルっていうハイブリさんの心電図情報とずれる印象があるから、めちゃくちゃプテハシさんが、ハイブリさんの心電図情報に疑問を持たないことに対して違和感を感じてしまったので、さっきプテハシハイブリの三人外語をすごく見えてしまいました。はい、あ、なるほど。はい、もう初手から、初手の僕ハイブリさんからのラインってあんま感じてなかったけどな、自分視点では。いや、あるでしょ、それあるでしょ、ある。で、白出てないよ、だってハイブリさんから。あ、いや、というよりかはハイブリさんが多分武器庫の白照明って取ってるところからだと思うので、そこは、うん、武器庫キルの場合はプテスさんたちが多分容疑が強まる感じだと思います。だからフルコンさんともハイブリさんラインがあるよねとも言えちゃうから、この、ごめんね、ごめん、なんか、俺の雑に出してしまったせいで、なんかいろいろなるの申し訳ないけど、俺視点トータスさんが言ってることがまず間違いやから、先にそっちもちゃんと精査してほしいし、ちゃんと継ぎ切ってほしいっていう感じ。あ、ここのローラーはするけど、うん、あ、もう、うん、あ、で、俺視点武器庫にいたのが誰かわからなかったよ。プテさんかフルコンさんか誰かわからんけど、停電中にすれ違った一緒にいた人がいたし、俺視点はレポートがなってないからその人の白が出せるし、その人から白が出してもらえると思ってたから主張している。僕は割と、まあ、いいよ。あ、ごめんなさい、プテハシさんに聞きたいのが、もう一回そのセキュリティの様子を話してほしいんですけど、うん、どんな感じだったんですか今の様子ね。トータスさんが話してほしいよ。じゃあトータスさんに話して僕が間違ったら言うわ。すれ違って僕テープタスクの下乗ってたんですけど、テープタスクの上に下に乗ってたんですよ。はいはい、ちょうど上にで分からなくてうわーってなって、ちょうどプテさん来て僕戻って、まあレポートしたように見える。そう、うん、まあまあ言ってることはあって、それはもう釣り切るから問題なくて、うん、でトータスさんに入れた4票僕知りたいんですけど、僕は入れました。フルコン入れました。
ハイブリ入れてます。カラーかな、カラーかなって思いました。うん、あと1票かな、ね、あと柿さんが入れた、うん、了解です、わかりました。うんうん、多分、ね、さっきのローラって柿さんからの提案だったからって思ってるし、俺は書店の容疑から、コータさんが一番怪しいと思ってるから、トータさんから入れるよ。うんうん、ちょっとだけ私が疑問に思ったことは、うん、ハイブリさんが直近のキルであるって表現をしたことに対して、プテさんが目撃した様子っていうのは、キルして即レポートではなかったと思うんですよ、聞いてる限りだと。だから、そう、トータスさんがセキュリティから出てきて、で僕はすでにその時には死体は光っていて、トータスさんが戻ってレポート。うん、だからまあ、だから1秒以内とかだったら、別に納得はできるかな、倒れるとかは見てないが、直近って言われても納得はできるぐらいだった。だから、まず先に、プテハシさんだったら、ハイブリさんの心電図の違いについて違和感を覚えるかなとはちょっと思いました、普通に考えると。いや、全然その違和感は特になかったかな。自治体のところから、トータスさんが走ってきたから。ピカさんは何の要素もないですが、もう、土着素白いです。ああ、いや。多分それを認識しないといけない。だってボタンを押しすぐのキルであるっていう表現をしてて、手橋さんが目撃してるのであれば、多分倒れる瞬間を見てるよ。それだったら絶対倒れる瞬間を見てないってことは、1秒程度は経ってるはずなの。キルしてから1秒ぐらいで死体が倒れるから、時間軸としては。だからハイブリさんの心電図情報と、そもそもプテハシさんの目撃情報が間違いなくずれてるはずなんで、プテハシさんのその思考の軸に違和感がある。無理くりそれに合わせてトータスさんを釣りに行ってる形にしか見えないから疑ったって感じ。ハイブリさんだ。テオさん、アントスさんが死亡、フルコンさん、スイさん、ロープ、よいしょ、 OK、 大探しに行くか。あ、そうね、ピテハシさんね、どこに死体があったんだろうな。どこ、まあそうなるわな。サントスさんはもうだいぶ前に死んでました。でこれ一人で、そうですね、一人で2キルですね、できますね。うん、で今のアドミンを見てから向かってるので、キッチンにいた方、キッチンにいた方いないですか？あ、いや、現キッチンです。アーカイブ僕。はい。アーカイブ、プテさん。うん。サントさん、エンジンの左側で亡くなっていて、ピカクロスくん多分アーカイブかシャワーどっちかで倒れてると思います。いや、思います。僕も。全部出させてください。うん、私、バイタルでピカさんと一緒にサントさんのデッドを確認して、はい、サントさんを探しに、ピカさんが鴨方面、エレキ方面に向かってます。でエレキ、セキュリティキッチンと向かっていて、ずっとお肉探してたんですが、はい、エレキで、ハイブリさんがメインホールに登っていくのが見えてます。あ、はい、シャワー、さっきのやつがハイブリです。んシャワーの、シャワーに映ってるんでしょ、アドミン。はい、シャワーはハイブリです。シャワーに、アーカイブに、シャワーフルコン、あ、じゃあアーカイブに、アーカイブに、うん、じゃあ、うん、あ、じゃあさん、あのピカさんがそう貨物からラウンジの方向かっていくのを私もすれ違ってて、貨物ラウンジ でアーカイブ2が僕ですか、まあハイブリさんがマッドベイトだと思っていて、そうなるとやっぱり初手のことを考えると、プテハシ君がキレしてるのが高いので、多分、いや、そうなると僕視点はフルコンさんだね。だから武雄さんのアーカイブ2シャワー2、だからおかしくね、アーカイブ2シャワー2、キッチン1、コックピット1ってこと、エンジン1、エンジン 1？ エンジン1が死体でしょ？うん。それは、ああ、武雄さんが見てんだよね。うん。僕はプテハシさんから釣りたいです。いや、僕はフルコンさんを釣ってほしいし、ハイブリさんを強靭で見るんだったら、ハイブリフルコンですね。僕は白出された記憶はなくて、武器庫で下の方にいるなら、怪しい1って言って、僕が提示されてたと思うから、フルコンさんに入れてほしい、もしくはハイブリさんに入れてほしいです。
あら、両方に白出たと思いますよ、うん、もうちょっと時間があれば両方の白には出してないんだけど、うわー、僕貨物なのに最終なんでアーカイブになんだ。見てから向かってる、見てから下位に向かってるからそんなに直近の情じゃないんで多分ね。うん、ちょっと前に。ごめん繋ぎすぎたね。ごめん。いや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 。初手切る。あれ見えてました？僕の。見えたんだけど、プテさんかフルコンさんがマジで分からなくって。あ、そうなんだ。そうそう、本当に分からなくて、あ、どっちだったんだろうって思って言ったけど、あ、これはちょっといらんことしすぎたな、うん、俺が邪魔したなと思ってる、ごめん。いやいやない。いやいや。めちゃくちゃごちゃごちゃ言ってたんで。まさかでもカチさんから先に釣られるとはね。一人釣ってできるね。そうだね。ピーピー。ねえ。ちょっとトータスさんのね。なんか強いですね、トータスさん。最近マジ覚醒に対するリアクションとか。いやー、確かにちょっと白白が出てたね。ありがたかったです。なるほどな。いやー、しまったな。人狼勢がすぐ俺の狂人分かりよる。